コロムナは、ロシア連邦の都市、モスクワ州に属する古くからの町である。モスクワの南東105キロメートル、モスクワ側が、丘側に合流する地点に位置する。モスクワから、リャザン方面に向かう鉄道で2.3時間かかる。高速道路 M5 が走る。人口は、2002年国勢調査で15万129人。都市の名称の起源については、深い沼地とする説がある。 1177年に当時のリャザン公国の一都市として登場するのが始まり。1300年にモスクワ大公国の支配下に入り、急速に発展した。16世紀までの間、コロムナはモスクワへ侵入するタタール人に対する要塞として重要であり、何度もタタール人の略奪を受けている。モスクワ大公はタタール侵入に対する防衛戦。 坂もぎ線を築き、その一部となったコロムナは、タタールに対する攻撃の拠点ともなった。現在の石像のクレムリンは1525年から1531年にかけて建設されたものである。後に、コロムナは国境防衛の都市から交易路上の都市として重要になった。1775年には、エカチェリーナ2世がコロムナを訪れ、 その後1778年から新古典主義的な都市計画に基づく改造が始まった。1862年にはモスクワとリャザンを結ぶ鉄道がコロムナまで開通し、以後産業都市としての発展が始まる。1863年には機関車工場、機械工場、公立病院が開設され、1864年には コロムナで丘川を渡る鉄道橋が完成し鉄道はリャザンへ延長された。1905年のロシア第一革命時にはコロムナでも労働者によるストライキが起きた。今日ではコロムナはモスクワ州内の重要な産業、研究都市である。コロムナには教育大学や法兵大学などの高等教育、研究機関がある。産業では機械工場、建材工場、 食品工場が立地するが、特にディーゼル機関車工場の存在は大きい。また、丘側、モスクワ側をはじめとするボルガ川水系の加工としても、鉄道の貨物輸送の拠点としても重要である。市内には路面電車も走る。コロムナには16世紀に築かれたクレムリの城壁が、比較的よく残されており、観光名所になっている。 クレムリ内部には17世紀以降に建てられたウスペンスカや大聖堂などがあり、市街地にも17世紀以降の多くの聖堂、14世紀及び17世紀に開設された2つの修道院など古い建築が残る。また19世紀初頭に築かれた住宅、商家の街並みも残っている。ありがとうございます。